日本には恐ろしい交差点がたくさん存在している。恐怖の交差点とは、一体どんなところなのだろうか。霊夢、聞いてくれよ。さっき私、車に轢かれたんだ。なんてことなの、怪我はなさそうでよかったわ。一体何があったの？交差点を渡ろうとしていたら車が急に飛び出してきたんだ。それは危ないわね。交差点での事故は多いものね。それじゃあ今日は危なっかしいマリサのために、日本にある危険な交差点を紹介していこうかしら。頼むぜ。これ以上危ない目に遭わないようにしっかり聞いておくぜ。任せて。それじゃあ、ゆっくりしていってね。交差点で事故が多い理由。霊夢さん、どうして交差点では事故が多いんだ？いつになく真剣ね。よっぽど怖かったのね。そんなわけないだろ。私に怖いものなんてあるわけないぜ。声が震えてるわよ。そうね、歩行者や車、自転車が頻繁に行き来していることが大きな理由ね。実際、人身事故の半分以上が交差点やその近辺で発生しているのよ。ええ、そんなになのか。私も交差点を運転するときには普段以上に気をつけないとだわ。視聴者のみんなは、運転しているときにヒヤリとした経験をしたことがある人はいるかしら。私みたいに歩行者として危ない目に遭ったことがある人もコメント欄で教えてくれよな。一緒に気をつけて事故を減らしていこうぜ。では、ここから危険な交差点を紹介していくわね。宮城県六丁目交差点。まずは、宮城県の六丁目交差点よ。なんじゃこりゃ、車道が7車線もあるんだが。そうなの、ここは左折1車線、直進3車線、右折3車線あるわね。車線数、日本一の交差点と言われているわ。右折難しすぎ。スポットとしても、とても有名なの。こんなところ一生かかっても運転できる気がしないぜ。私もよ。これは仙台市若林区にあるのだけれど、県内で2014年から2020年の7年連続で、交通事故件数ワーストになるほどの危険スポットなのよ。道が広いところは運転しやすそうだけど、ここは絶対に嫌だ。大きい交差点だから、車の通りが多くて右折や左折する際にスピードが出やすいのよね。だから、車が左折をするときに、横断歩道上の自転車と接触する事故がよく発生しているわ。あとは、右折車と直進車の衝突も多く発生しているようね。恐ろしいんだぜ。仙台には住めそうもないぜ。ただ、信号機の表示を追加したり、レーンが見やすい塗装にしたりなど、様々な対策のおかげで、最近は事故が減少傾向にあるそうよ。そうなのか、それは良かったぜ。このまま事故ゼロになってほしいものだな。本当にそうね。山彦大橋。次は、神奈川県の山彦大橋を紹介するわ。わぁ、綺麗なところだな。でも待てよ。交差点じゃないじゃないか。まあまあ、落ち着いて話を聞いてちょうだい。この大橋を渡り切った先に丁字路交差点があるのよ。おお、なるほどな。ここで事故がたくさん起きているわけか。そうよ。それも死亡事故が多発しているの。死亡事故か。嫌な言葉だぜ。山彦大橋は直線だからスピードが出やすいのよ。それで、景色に夢中になったりして、丁字路を曲がりきれなくなってしまう。という事故が多発しているそうよ。丁字路を十字路だと誤認してしまって事故になったケースが多いのよ。しかもこの大橋、恐ろしい噂があるの。恐ろしいって一体何が恐ろしいんだ？出るのよ。出るって何がだ？幽霊。幽霊、待ってくれよ。私怖いのはダメなんだぜ。うっふ。マリサには怖いものがたくさんあって大変ね。この山彦大橋は、心霊スポットとしても有名なのよ。女性の幽霊がいるとか、幽霊のせいでブレーキが誤作動を起こすとか言われているわ。なんか急に寒気がしてきたぜ。次の話題に移ろうぜ。はいはい。仕方ないわね。次は日本で一番危険な交差点を2カ所、紹介するわ。はぁ、一番が2つってどういうことだよ。日本損害保険協会が発表している、全国交通事故多発交差点マップの、人身事故件数ワーストが同率で2カ所あるのよ。そんな調査があるのか。知らなかった。世の中いろいろな調査があるわよね。2020年の全国ワーストは大阪の方円坂交差点と、福岡県のハリスリ交差点よ。確かに事故件数が多いな。どんな交差点なんだ？方円坂交差点。まず、これが大阪の方円坂交差点よ。ほう。なんかでかい交差点だな。そうね、かなり大型の交差点よね。車線が多くて複雑な上、中央分離帯の上に高速道路があるから見通しも悪いのよ。高速の出入り口が近いから大型車も多いし、周りに環状街とか病院があるから、自転車や歩行者の交通量も多いのよ。いやぁ、ここは運転したくないぜ。マリサの運転なんて、どこだって危険そうだわ。失礼だな。おほほ。正直に言っただけよ、怒らないで。ハリスリ交差点。さて次は、福岡県のハリスリ交差点よ。うわぁ、なんだこれ。道が入り組んでるぞ。十字路に、北西へ向かう道路が斜めに交差しているわね。
交差点の西側は高架下だし、中央分離帯に高架道路の橋脚が並んでいるから、こちらも見通しが悪いわ。通勤時は左右に曲がる車で混雑しているそうよ。日本は道が狭い上に交通量も多くて本当にドライバー泣かせなんだぜ。まあ、私ほどのドライバーだったら、このくらいの交差点なんて余裕だけどね。おいおい、こういうお調子者が事故を起こすんだぜ。視聴者のみんなはくれぐれも気をつけてくれよな。まあ、そりゃあ、気をつけるに越したことはないわよね。エヒラゴサロ。最後に、宮崎市中心部のエヒラゴサロを紹介するわ。うわ、なんかまた嫌な形してるな。エヒラゴサロは、宮崎市の中心部を南北に走る国道10号線に市道が交差している形をしているわ。加えて JR 宮崎駅方面に向かう別の道路も交わっていてさらに複雑になっているわ。車が多いんだぜ。周りに商業施設も多くて交通量が多いのよ。通勤時間帯は特に混雑していて、渋滞も発生しやすいの。複雑で入り組んだ道路で交通量が多いなんて、もう危険のオンパレードじゃないか。マリサみたいな初心者には、通らないことをおすすめするわ。こんな道、ベテランだって気をつけてないと危なそうだぜ。霊夢だってやめといた方がいいんじゃないか？私を誰だと思ってるのよ。こう見えても、昔っからマリオカート得意なんだから。え、さっきからどやってたのは、まさかマリオカートでの経験を元に言ってたのか？そうだけど、頼むから事故を起こさないでくれよ。ゲームで練習してるからイメージトレーニングはバッチリなのよ。この調子で今度こそ免許を取るんだから。おいおい、免許すら持ってなくて今まで話してたのかよ。そうよ。まあ、いいじゃない。近い将来、助手席に乗せてあげるから、楽しみにしてなさいよ。え、遠慮しとくぜ。日本には危ない交差点が全国各地にあることが分かったことだし、私だって命は大事にしたいからな。日本の交差点事情、すっかりビビっちゃったわね。恐怖の交差点を5カ所も紹介した回があったってもんだわ。ふう、通りたくない交差点ばっかりだったぜ。道路の形状が複雑だったり、交通量が多かったり、スピードが出やすい交差点が危ないことは分かったけど、一体どんな事故が起こりやすいんだ？交差点で事故の起こりやすいパターンは、追突事故、左折巻き込み事故、左折先での事故、右折直進事故、右折先での事故、出会い頭事故、が多いわ。うわぁ、怖いな。想像したくないぜ。交差点っていろいろなところに当たり前にあるけど、危険な場所だったんだな。過度に怯える必要はないけれど、交差点を運転するときには、いつもよりも注意すると良いと思うわ。普通の一本道を走っているときと比べて、信号や標識、歩行者など、瞬時に処理して判断しなければならない対象も増えるしね。そのセリフだけ聞くと一丁前なんだよな。今まで一度も運転したことない人間の言葉とは思えないぜ。だから言ったでしょ。私は普段から真剣にイメージトレーニングしてるんだから、見くびってもらっちゃ困るわ。そこまで言うからには、マリサは交差点での禁止事項、ちゃんとわかってるのよね。交差点での禁止事項？赤信号では進まないとかかな。はぁ、まったく。赤信号で進んじゃいけないのは交差点だけでなくて、どこでもそうだから。そうだよな。これを機にちゃんと思い出すのよ。まず、交差点とその側端から5メートル以内の部分は駐停車禁止よ。そして、交差点とその手前から30メートル以内の場所は、優先道路を通行している場合を除いて追い越しも禁止よ。Uターン禁止の道路標識がある場合や、歩行者や他の車の通行を妨害する場合はもちろん、Uターンだってダメだからね。正直、霊夢のこと見くびってたぜ。じゃあ、交差点での事故を防ぐためにはどう対策すればよいのかも、ついでに教えてくれよ。もちろん、普段から万が一のことを考えて、安全運転を心がけることが一番だけれど、プラスアルファの対策として、先ほど紹介した日本損害保険協会の全国交通事故多発交差点マップをチェックしておくと良いわね。ああ、全国の交差点の事故件数ランキングのやつだな。ええ、サイトでは国内各地の交差点の特徴や、そこで起きた事故の状況、要因について詳しく解説されているから、自分の住んでいる地域の交差点についてくらいは見ておいて損はないと思うわ。無免許マリオカート野郎に言われてるってのはちょっと釈然としないけど、正論だな。よし霊夢、一緒に全国文、読み込むぞ。いきなり全国文はちょっと。ほら私、免許取得のためのイメージトレーニングで忙しいし、中途半端に知識だけあって自信過剰になってる霊夢みたいな奴が一番危ないから言ってるんだよ。私が徹底的にしごいてやるからついてこい。あれ、なんだか立場が逆転してないかしら。あ、ちょっと待って、引っ張らないで。いや、全く往生際が悪くて困るぜ。みんな、ここまで見てくれてありがとうな。霊夢への叱咤激励のコメント、待ってるぜ。ご視聴ありがとうございました。